ザ・ポセイドン。誰も彼も俺の高さには届かねえ。羽ばたくべ落体カイヌーズ。はい、こんにちは、こんばんは、白銀のハトです。今回は新しく実装されたカイニスについて解説としていこうかなと思います。どうぞよろしくお願いいたします。では早速やっていくんですが、まず新しく実装された星4のカイニスなんですが、ストーリー限定のサーヴァントとなっております。なので今回のピックアップを引く、もしくは2部5章をクリアして、2部5章のオリンポスですねをクリアして、ストーリーガチャを回さないと入手することができないんで、そこだけは注意しておいてください。そして、カイニスなんですが、星4ランサーの中でステータス的に言うと体力が平均より下、そして、攻撃力が2番目に高いサーヴァントとなっております。なので、攻撃寄りのサーヴァント、火力寄りのサーヴァントと思ってもらえれば大丈夫です。そして次、スキル行くんですが、スキルは FGO のウィキペディア参考にしております。まず第1スキル、自身の攻撃力を2ターンアップ。第2スキル、自身に通常攻撃時のダメージ前に自身の攻撃力をアップする状態を1ターン付与し、敵単体の攻撃力を1ターンダウンする状態を3回の3ターン付与。第3スキル、自身に非ダメージカット状態を3回の3ターン付与し、ガッツ状態を1回の3ターン付与というスキル構成になっております。で、カイニスなんですが、上から解説していきます。まず第1スキル怪力なんですが、これに関してはレベル1で 20%、 レベル10で 40% 火力アップしてくれます。なので攻撃力アップの数値としては結構高めです。で、2ターン続いてくれるということで、まあ火力を出したい、砲撃を出したいなという時に、使用してあげるといいんじゃないかなと思います。そして次、第2スキルなんですが、これに関してはちょっと難しい、自身の、通常攻撃時のダメージ前に自身の通常攻撃力アップに関してなんですが、これレベル1で 10%、 レベル10で 20% アップしてくれます。なので仮に B チェインで殴っていこうってなった時に、B チェインじゃないね、コマンドで殴っていこうってなった時に最大 60% 火力がアップするという形です。ただ火力 60% アップするに関しては、3枚目のコマンドコードにしか乗りません。1枚目のコマンドカードに関しては、もし第1スキルと合わせていたら、60%、 2つ目が 80%、 3枚目が、100% となって、エクストラアタックも 100% の、火力になるという感じです。で、これに関しては通常攻撃時なので、砲撃を打つタイミングで使用したところで攻撃力はアップしないんで、そこだけ注意しておいてください。ただスキルマにすることで最大 100% 攻撃力はアップしてくれるということで、火力としては相当、高めの火力を 見込めるんじゃないかなと思います。そして敵単体の、攻撃力ダウンに関してはスキルレベル関係なしで 10% ダウンという形になります。なので、最大 30% ダメージ攻撃力が下がるっていう感じですね。そして次、第3スキルなんですが、第3スキルは自身に非ダメージカット状態付与、これに関してはレベル1で、2000ダメージカット、10で3000カットとなっております。なので結構倍率としてはすごい高いです。で、そこからガッツ状態に関してはレベル1で1000ガッツ、レベル10で3000ガッツしてくれるという感じです。なので、まあカイニスを運用する際、第2スキルで、防御力、敵の攻撃力をダウンさせつつ、第3スキルでダメージカットするっていう、なんかすごいね、荒れ狂ってる感じなんだけど、実際のところめっちゃ堅実な戦い方をするというのが、カイニスとなっております。そしてカイニス、スキル上げの素材なんですが、画像をポンと上げております。スキル上げに関しては新素材は、使用しないという感じですね。まあただ、オリンポス前のアトランティスの銀の王冠、あれを60個使うよというのと、鉄杭が108個使用するということで、そこがちょっとネックかなと個人的に思います。そしてそのままサイリン素材見るんですが、サイリン素材に関しては、悠久の実、金素材のやつですね、あれを使用するという形になります。なので再臨のところで、まあ積む方は積むんじゃないかなという感じですね。ただまあスキル上げに関しては比較的に、まあもう出ている素材となっているんで、まあ
素材に関しては集まっている方が、結構いるかもしれないっていう感じですね。そしてスキル上げの優先度なんですが、スキル上げの優先度はまあ213でいいんじゃないかなと思います。基本カイニスは火力を上げていくっていう感じなんで、まあ基本火力を上げていく、スキルを思いっきり上げていって、まあその後に耐久要因のやつを上げていくという形でいいかなと思います。そして次、クラススキルなんですが、まずクラススキル耐魔力 C ということでデバフが少し効きにくくなってますよ。強化 EX バスター性能アップしています。 EX ということでめちゃくちゃ高いです。そして会心の神格、自身のヨダメージプラス状態を付与しアーツ性能アップということで、アーツ性能がちょっと高くなってる。そしてヨダメージプラスされてるんで強化 E の強化 EX のバスター性能がさらに活かしやすくなってるよという形になっております。で次、宝具なんですが、宝具は自身の宝具威力を3ターンアップ、オーバーチャージで効果アップ、クリティカル威力を3ターンアップし敵全体に強力な攻撃という形になっております。まず、自身の宝具威力はアップなんですが、これ OC1 で 10%、 2で 15%、 5で 30% となっております。なので、まあ、宝具を打つ際 OC を上げれていると、まあ、火力が上乗せしやすいという形になります。そして次のクリティカル威力アップなんですが、これに関しては 50% 固定となっております。でここめちゃくちゃポイントです。なぜかっていうと、まあカイニスに関しては、まあ、宝具を打ってバスターチェインっていうのも火力を出しやすいんですが、宝具を打った後にブレイブチェインをしてあげるとすごいいいんだよね。宝具に関しては、ブレイブチェインせずにそのままやって、次のターンにバスターなどを使ってブレイブチェインする。そうなるとまず第2スキルで攻撃力がアップしている。でここでまあスキル間にしていたら攻撃力が 100% まで乗るよねってなります。そこからクリティカル威力を、そのまま、50% アップしてくれるということで、理論値的に 100% 攻撃力が上がってクリティカル威力が 50% アップしてる。掛け算としてはめちゃくちゃ優秀ですっごい火力を出してくれます。ただネックな点としてカイニスはスター集中を持っていないというのと、カイニスが宝具を打った際に次のターンどういう風にクリティカルをするか、星を貯めていくのかっていうのが、考える点となったりするんで、そこがちょっと、考えるポイントとなるんじゃないかなと思います。そして次コマンドカードなんですが、コマンドカードに関しては Q2 枚のアーツ1枚のバスター2枚となっております。まず Q 性能に関してなんですが、 Q 性能はまあ普通かな。ただなんかね、コマンドによってね、星を吸いやすいというか星を生み出すいコマンドがあったりするんで、そこをちょっと研究しないといけないかなっていう感じですね。次アーツ性能なんですが、アーツ性能に関しては1枚ということでちょっと高めとなっております。ただアーツが1枚ということで宝具回転率どういう風に上げていこうっていうのは結構考えないといけない点なんで、そこを考慮してやっていけばいいんじゃないかなと思います。うるせえな。いいんじゃねえか。続いてバスター性能なんですが、バスター性能に関してはめちゃくちゃ高いです、強いです。ただ、クリティカルをしないと、宝具の恩恵を受けれないっていうことがあったりするんで、そこをどういう風に補っていくのかっていうのが、ポイントになってくるんじゃないかなと思います。うるせえな。
そしてカイニスと会うサーバントとしてはここら辺になるんじゃないかなと思います。まず孔明、マーリン言わずもがな、孔明も言わずもがな、シェイクスピア、バスターの補助と NP の補助、そして NP の補助しつつスター発生率アップさせることできるんで結構いいかなと。アンデルセン、耐久要因、クリの補助と星の補助、 NP の補助もあり、でライコーさん、バスター攻撃力アップの補助、エリちゃん、バッファー要因、デバフ要因、ジャンヌ、星の補助と耐久要因、そして、ケイロン先生に関してはちょっとクラスが違うんですが、クリティカルの補助と、火力の補助、そして BB ちゃんに関しては、星の補助をしつつ、コマンド固定して、バスターを安定して殴っていくっていう形で使えるんじゃないかなと思います。でカイニスなんですが、概念霊装に関しては素直にバスター性能アップでいいかなと。でそれ以外で言うんだったらクリティカル威力アップ、スター集中度アップ、星を生む霊装とかを使ってあげると、うまいことクリティカルも出しつつ、回っていけるんじゃないかなと思います。以上ということで今回ここで終わりにしたいなと思います。最後まで見てくださった皆さん、ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録とか高評価してもらえたら嬉しいです。それじゃあバイバイ。Thank you.